どうも、キスケです。ということで、本日は水曜日、お知らせの方を見ていこうかなと思います。はい。まあ、今週は新キャラなしかなっていう感じですね。じゃあ、一番上から、メンテナンスのお知らせ。PVP が、まあ、18時までやってるよっていうお知らせですかね。はい。で、はい。ウルトラベジットブルーが復刻。おー、なるほど。2回目やったっけ？復刻。ちょっと覚えてないな。なんかまあ、身勝手が先に来てるから多分2回目なんじゃないかなとは思うんですけど、ウルトラベジットブルーが復刻と。まあ欲しい人はこのタイミングでっていう感じかな。で、超絶感謝キャンペーン。なんか新しいやつあんのかな？あ、これか。最強フラグメントコレクション。専用ユニフラ。変身ピッコロの2枚目のフラグメントです。いや、これは熱いね、正直。で、復活ご飯の全開覚醒と。で、まあ、ゴールデンウィークやからね、黄金血統、はい、始まります。ちょっと短めかな？そんなことないか。いつも通りって感じ？どうでしょう。で、黄金血統のメダルかな？ゴールドコインを集めると、こういう、まあ、アイテムと交換できるっていう感じか。いや、時の結晶とリミテッドマルチあるのは結構豪華っすよね。で、フラグメント大強化祭ということで、フラグメント強化が、まあ、はかどるということですね。だからこれ26日からでしょ。そうだよな。なんでずらすんだろう、マジで。ほんまにわからない。だって今日から、この、変身ピッコロのフラグメント追加されるわけでしょ？ 一緒にしたらいいのに なんでなんだろう。わからない。これがわからない。で、全世界1億ユーザー突破記念、ログインボーナス更新ということで、まあ、更新されましたね。はい。そんなところですかね。変わったのはこんなもんかなと思います。はい。ということで、はい、早速見ていきますか。はい、変身ピッコロの専用ユニフラ性能、機能一点集中ということで、スロット1が体力10%、打撃攻撃、射撃攻撃、打撃射撃防御力が全部40%。で、スロット2、余ダメ50%、被ダメカット20%、必殺余ダメージ40%。バトルメンバーに再生、エピソード Z サイヤ人編が、3人いると打撃、射撃、防御力15%。おー、いいね。結構硬くなりそう。で、スロット3。いっちゃん能力が変身時、体力30%回復。特殊アーツ使用時、気力50回復。ドロ速1段階アップ。バニシング50%回復。おー、強いんじゃね？強そうよね。かなり強そう。あ、2枚目はまあ、やっぱこんぐらいになるか。あー、いいね。いい情報だ。いい情報だ。なかなか戦えるようにはなるんじゃない？まあでも環境トップクラスかって言われるとどうかな。まあでも攻撃力が、このフラグメントだけで90%上がる形になるんでしょ？で、防御力が40%。で、被ダメカット20%でしょ？で、かつ、編成でね、3人揃えてれば、基礎なしで15%上がるっていうのは、なかなか悪くないなーっていう。で、スロットさん強いね。気力50回復して、ドロ速上げて、バニシングも回復してくれるっていう。強い。十分に強いでございます。で、全開覚醒の、ご飯。まあ、これは後でボックスから見ていきましょうかね。で、全世界1億ユーザー突破、ワールドミッション第3回開催が、まあ、今日からですね。今日から5月1日まで。はい。これちゃんとクリアしてるね。素晴らしいと思います。はい、ほんで。不具合修正。手札枠を封印する効果を持つキャラクターのアビリティ説明文に、同時に封印できる手札枠は最大1つまでの一文を追加しました。追記しました。はい。なるほど。まあ、これ前回からあるね。で、ティアレーティング。はい。ここに、ご飯が追加されると。ピッコロは入らないんか。
ピッコロは入らんっぽいね。でピッコロがそもそもティアリスト どこにいるのかちょっと把握してないからかなり昔のキャラクターやからね。で力の大会第78回、もう78回もやってんだ。で超時空ラッシュ、はい。で確認してる不具合、ギルド ID を保存&シェアした際画面が正しく表示されない、控えバトルメンバーがいない状態で以下のキャラクターの特殊アーツを使用すると演出が発動しない。これは前からあるね、全部。はい、直す気ないんかなあんま影響しないからって感じ。はい、以上になりますかね。以上だ。じゃあちょっと性能を見ていきますか。復活ご飯ですよね。スパーキングのグリーン属性、これで出るでしょう。いましたね。はい、見ていきます。ドン。射撃攻撃力がでもそんな大差ないか。28万5千と29万か。そんな大差はないね。なるほど。で打撃射撃何もなくて、必殺アーツ特大ダメージを与える、必殺用ダメージ 50% アップ、体力控え服量 50% ダウン、うん。ピッコロの一括、必殺アーツをドロー、気力30回復、余ダメージ 30% アップ、敵の必殺特殊アーツを封印5カウント、うーん。メインアビリティ射撃アーツをドロー、気力50回復、射撃用ダメージ 40% アップ、能力低下状態上を解除。そして全開アビリティがグリーンかつ孫一族、便利すごく便利ですね。いやー、これだけでまあ覚醒させる、なんていうの、メリットはあるんじゃないかなと思います。そうね、前回あの Z アビリティも強いんでね、こいつ孫一族の射撃攻撃と防御力2つ 35% 上げてくれるんで、いやこれはかなり強いんじゃないかなって思いますね。でユニークアビリティ、体力0になった時体力 40% の状態で、復活すると。で、気力30回復、余ダメ 40% アップ、気力回復速度 30% ダウン、敵の攻撃終了後味方の待機カウントを2カウント短縮。で打撃アーツに対する特殊カバチェン、気力20回復、手札1枚破棄、バトル開始から自身が復活するまでの間余ダメージ 80% アップ、被ダメージ 60% カット、味方の再生サイヤ人編の余ダメージ 40% アップ。おお40% アップっすか。でかくね。でかすぎん。 40% ってすごくねえか。ねえ、すごいよね。で、こっから追加された能力ですね。バトル開始時気力回復速度 50% アップ、泥速1段階アップ、場に出てる時敵がバニシングステップすると気力30回復、泥速1段階ダウン、敵全体に待機カウント3カウント付与。ほう、強そう。で、場に出るとカード1枚ドロー、射撃用ダメージ 20% アップ、射撃コスト5ダウン、控えに戻ると自身の待機カウント1カウント短縮、味方の気力20減少、あ、20回復、敵の気力を20減少と、いう形ですね。そして変身後、ドン、復活後か。まあ、1万ずつ上がってるって感じかな。そうね、攻撃力がね。はい。で、打撃、射撃何もなくて、必殺アーツ、マセンコ。特大ダメージを与える、必殺用ダメージ 50%。 あ、一緒か。で特殊アーツ、気力30回復、余ダメージ 20% アップ、泥速1段階アップ30カウント長いね。敵全体に全アーツコスト10アップの能力低下5カウント。メインアビリティ、体力 30% 回復、火ダメ 30% カット、敵の手札を全て破棄。怒りのパワー、復活時手札を1枚破棄して特殊アーツをドロー、気力を100回復、余ダメージ 80% アップ、余ダメージ 60% アップ。めっちゃ火力出るんじゃないこれ。すげえバフやな。バフされてるよねこれあー、まあ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 って感じか。うん、まあでも上がってるね数値は。はい。で、被ダメージ 40% カット、全アーツコスト5ダウン、能力低下状態上を解除。
味方の待機カウント10カウントを短縮、被ダメージ 30% アップの能力低下30カウント、長いね。で、場に出ると気力30回復、被ダメージ 15% アップの能力低下、打撃射撃のコスト5アップの能力低下、カバチェンジ気力30減少、気力回復速度 50% ダウン、手札枠を1つ封印10カウント。で、場に出た時特殊アーツをドロー、発動回数2回、気力回復速度 50% アップ、能力低下状態上を解除、打撃射撃使用時体力 3% 回復、気力5回復、余ダメージ 10% アップ、上限は 30%。 ピッコロへの思い、打撃射撃アーツヒット時、クリティカル発生率を 3% アップ、消去不可、発動回数10回。特殊カバチェン無効、特殊カバチェン無効15カウント発動回数1回。まあでもこれリセットはされないって感じかな。うん。で、 10% の確率で敵のドラゴンボールを1つ減らす。おお、強そうじゃね。で、場に出てる時敵が交代すると射撃圧をドロー、気力30回復、気力20減少。へえ、強そうやね。うん、シンプルに強そう。で、まずそもそもやっぱ Z アビリティと全開アビリティが優秀っていうだけで、まあなんか控えメンバーに仕事はありそうっていう感じで、で、まあ控えメンバーに仕事があるってことは、まあパーティーには入ってるってことなんで、相手のパーティー次第ではこうウルトラご飯2と同時に出して、こう緑2枚で、あと1体何かみたいな感じで立ち回れそうですよね。へー、悪くないやん。結構強そうじゃね、マジで。うん、復活やしね。で、復活の全開覚醒、最近何来たっていうと、セルですよ。セルもかなり活躍してるキャラクターだから、まあ、これワンチャンね、 PVP で活躍する性能になってるんじゃないかなとは思いますかね。はい、ということで、よければチャンネル登録と高評価お願いします。それでは、良きドラゴンボールライフを。バイバイ。